こんにちは、藤田です。今回はメモアプリから乗り換えない Google Keep の使い方という話をしていきたいと思います。Google Keep というですね、メモアプリがおすすめなんですけど、いきなり乗り換える必要はないです。事実ですね、いきなり乗り換えするとですね、後悔する可能性もあります。私はですね、4つの用途だけのために Keep を使う価値があることを考えてですね、最初は iPhone のメモアプリを使ってたんで、それと併用して使い始めました。で、4つというのはですね、ウェブページの URL の保存、Amazon の商品のメモ、料理レシピの保存、そして読書ノート作りの文字起こしの4つでした。はい、今回の動画でお伝えする内容です。今のメモアプリと併用から始める。私が Google Keep に手を出した理由。その他の Google Keep の機能、こういった順番でお伝えします。この動画でお伝えしているリンク先などの情報は動画の説明欄に貼り付けてあります。このタイミングでチャンネル登録しておいてもらいますと、後から探しやすいかと思います。私のことご存知ない方多いと思います。簡単に自己紹介させてください。サクッと 1.5 倍速15秒ぐらいでお伝えしますので、見てください。藤田博と申します。優秀客コンサルタントをやっています。大学卒業後15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。脱サラ独立してフリーのコンサルタントとして14年ほどやってこれております。現在は顧問契約とオンライン講座をサービスとして提供しています。よろしくお願いします。はい。メモアプリと併用から始めるっていうことで、Google Keep いいですよとかですね、メモアプリよりいいですよっていう感じで、置き換えをですね、前提に進められても困ると思うんですよね。まあ、人間っていうのはそもそもですね、基本的に保守的なんで、今の状態をですね、変えることを嫌うと思います。また、あえてですね、今のところ大きな不満がないのにですね、他人の口車に乗ってですね、乗り換えるのもですね、意味がないですし、後悔する可能性もありますよね。ですから、私のですね、おすすめはですね、置き換える必要はない、併用から始めるっていうことですね。事実、あなたもですね、今もうすでにですね、メモのためのアプリとしてですね、何かお使いだと思いますね。iPhone のメモアプリとかですね、あるいはですね、Evernote とかですね、そういうのをお使いだと思うんで、それをですね、使い続けて、加えて Keep もですね、使ってみるっていうのはどうでしょうか。はい、私が Google Keep に手を出した理由っていうことで、理由はですね、私が困っていたことをですね、解決してくれるツールとして使えそうだったからなんですよね。メモは従来通りですね、iPhone のメモアプリでいいと思ってました。困っていたことっていうのは何かというとですね、この4つがですね、もうラベルとして作ってるんですね。これ Keep の画面なんですけど、どういった用途に使ってるのかですね、これを順番に、お伝えしていきたいと思います。はい、Amazon ということで、これはですね、私何か欲しいものがあるとですね、欲しいものっていうかですね、購入を検討しようと思ってると、Amazon で検索してですね、見つかったらですね、備忘録のようにですね、カートに追加してたんですね。で、ただ実際の買い物になるとですね、邪魔になるんで、購入するわけにいかないんで、今買わないでですね、カートの外に出すっていうですね、手順を繰り返してました。で、今は買わないでカートからですね、出した商品っていうのはですね、その後も買わない確率がですね、9割ぐらいなんですよ。ですから、どんどん溜まっていてですね、今は400を超えてます。こんな感じです。で、そこでですね、ちょっとこれ、カートの意味がないなっていうのもあったんで、キープでですね、欲しいものを記録するようにしました。手順としてはですね、まず Amazon でですね、商品を表示しますね。そうするとですね、共有ボタンがあるんで、それでですね、Keep にメモをするっていう流れになります。で、Keep の方ではですね、しばらく買わなかったらですね、アーカイブに移動するっていう風にしてます。で、アーカイブの方に移動するとですね、Keep のトップには表示されなくなるんですけど、アーカイブはいつでも見られますし、またですね、検索対象にもなるんですよね。ですから、すぐに探せるっていう感じですね。はい、2番目ですね。ウェブページっていうことで、例えばですね、ニュースサイト、キュレーションサイト、SNS にシェアされているウェブページでですね、後で読むとかですね、あるいは見るかもとかですね、将来参考にできるかもとかっていうページがあった場合ですね、どうされてますか？私はですね、一昔前はですね、ブックマークお気に入りに入れてたんですね。まあ、言うまでもなくですね、この方法はですね、最悪の方法で、ブックマークお気に入りが使い物にならなくなります。そこで、インスタペーパーっていうサービスを使い始めたんですよね。まあ、これなかなかいいんですけど、ところがですね、このサービスは無料版ですと検索機能は使えないんですよね。ですからいまいちだったんですよね。まあ、これ以外にもですね、いろいろ試したんですけど、まあ、決定打がなくてですね、困ってたっていう感じですね。
そこで Google Keep ですね。手順としてはですね、まず Web ページを表示します。で、共有で Keep にメモします、URL を。で、しばらくですね、トップページ、いわゆる Keep のですね、トップに表示しておいて、見なかったら、つまり利用しなかったらですね、これもアーカイブに移動してしまうという流れですね。で、さっきと一緒で、アーカイブに移動するとですね、表面上は消えますけど、トップから消えますけど、アーカイブはいつでも見られますし、検索対象にもなるので、いざとなればすぐに探せるという感じです。はい、3番目、料理レシピっていうことで、私はですね、料理が趣味なんで、で、料理本が好きなんですけど、そのレシピを参考にします。で、その際にですね、本をですね、写真で撮るんですよね。スマホの写真で撮ります。カメラで撮ります。で、目的はですね、材料の買い出しの際にスマホで確認することとですね、もう一つは、料理中もですね、スマホで手順を確認しながら料理するっていうのがあります。まあそもそもですね、料理本をですね、電子書籍で見ればいいんじゃないかって話もあるんですけど、気に入った料理っていうのはですね、残しておいてまた作りたいんで、その記録の意味もあるんですよね。ところがですね、写真で残しておくと、いわゆる写真アプリで探すことになるんですけど、言うまでもなくですね、検索性が悪くてですね、過去に気に入って作ったレシピっていうのがですね、再度探すのがすごくめんどくさいんですよね。っていうかできないんですよ。で、そこで仕方ないんで、わざわざですね、Google ドキュメントを作って、写真貼り付けてですね、タイトルつけてですね、保存してたんですけども、こんなめんどくさいことやってられないんで、まあ、続いてなかったっていう感じなんですよね。そこで Google Keep です。手順はですね、まず料理本のですね、該当箇所を写真に撮ります。そして、画像のテキストを抽出っていう機能があるんですけど、これでテキストを抽出するんですね。するとですね、メモにですね、料理名と一緒にですね、材料や作り方まで全部ですね、文字起こしされるんですね。で、時間があるときはですね、料理名をですね、タイトルにですね、設定しておくんですけど、これをやらなくてもですね、検索でヒットするんですね、あえてやる必要ないんですね。で、料理を作ってみたら、作ってみて美味しかったらですね、美味しかったメモとかもしときます。で、料理レシピの方は、同じレシピをですね、短期間に連続で作ることはないので、一度作ったらアーカイブしておくと。で、後から見る場合もですね、検索ですぐ見つかるという感じですね。はい、本のメモですね。これはですね、読書ノートを作る際に大活躍してます。前回の動画、Google ドキュメントと Keep で読書ノートを作るっていう動画でですね、お話してますんで、この動画の後でですね、見ていただければと思います。動画の説明欄の方にも貼り付けておきます。もう一度ご説明しますと、本を読んでいてメモをしたい箇所があった場合に、それの文字起こしをするためにですね、Keep がですね、めちゃくちゃ便利に使えるっていうことなんですよね。写真に撮ってから、さっきの料理レシピと一緒ですね、画像のテキスト抽出っていうのをですね、使うと、高精度で文字起こしをしてくれます。あとはですね、必要な箇所をですね、コピーして、読書ノートに貼り付ければいいっていう流れです。まあ、ちなみに読書ノートは何でもいいんですけど、私はですね、Google ドキュメントを使ってます。はい、私のですね、お困りごとをですね、解決するための用途はですね、用途のご紹介以上なんですけど、ポイントはですね、アーカイブなんですね。アーカイブに入れてしまうと、Keep のトップには出てこないんで邪魔にならないんですよね。ただ、検索すればですね、アーカイブの中のメモも含めて全てヒットしますんで、使い勝手はですね、全く問題ないんですよね。ですから、安心してアーカイブに移動させられるっていうことです。はい、その他の Google Keep の機能っていうことで、メモ機能、手書き機能、写真機能、リマインダー機能、共有機能、アーカイブ機能っていうのがあります。で、アーカイブはもうすでにご紹介したんですけど、その他の機能もですね、もうめちゃくちゃ秀逸です。特にですね、音声入力がすごく精度も良くてですね、入力した音声をですね、すぐに文字起こししてくれるんですよね。ですから、アイディアの記録としてはですね、もう最高かもしれません。またですね、アップローチにまで対応していてですね、アップローチから音声入力ができるんですけど、これがすごくいいんですね。ですから、ウォッチをお持ちの方はですね、アップローチをお持ちの方はですね、ぜひ使ってみてください。では実際にですね、アップローチでどんな感じで入力できるかですね、お見せしたいと思います。Google Keep の音声入力は秀逸です。
こんな感じですね。はい、ちなみにですね、私はですね、iPhone のメモアプリと併用で使い始めたんですけど、今はですね、Google Keep 一本になってます。移行がスムーズにいったって感じですね。はい、副業への一言っていうことで、副業して起業家になるっていうことはですね、いかにクリエイティブなアイデアが出せるかが勝負になってきます。アイデアを出すためにはですね、いかに効率よくインプットして、そして何か思いついたタイミングですね、をですね、このチャンスを逃さずにですね、アウトプットできるかが勝負になってきます。その意味ではですね、Google Keep はですね、インポートのサポートにもアウトプットのサポートにもですね、どちらも非常に使えるツールになります。まあ、繰り返しになりますが、今お使いのですね、メモアプリと切り替えちゃう必要は全くないので、併用でですね、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。はい、今回は以上です。今回の内容お役に立ったようでしたら、グッドボタンいただけると嬉しいです。はい、このチャンネルでは収入源を増やして複数収入源を得るための方法をご紹介しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。新たな収入源として私の一番のおすすめは、あなたの持つノウハウをオンライン講座として作ってそれを売ることです。それに関する情報については動画の説明欄にリンクが貼り付けてありますので、ぜひそちらからもご覧ください。はい、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。